皆さんこんにちは2022年5月1日今日はメーデーですね祝メーデー歌声ライブ配信にようこそのお運びありがとうございます歌い始める前にメーデーについて少し話をしろと言われまして少々お時間を頂戴いたします私ともしびの中西明ですよろしくお願いいたしますさてもともと ヨーロッパでは古代ローマの時代から5月1日をお祝いの日としてきましたそれは夏を迎える喜びとその年の豊作五穀豊穣を願う祭りとして5月祭というふうに呼んでいたようですそれが労働者の祭典となったのは今から130数年前1886年のことでしたアメリカの 労働組合連盟というところが8時間労働制を求めて全国一斉の統一ストライキまあいわゆるゼネラルストライキというやつですねこれを実施することを決めました。もももととその頃ででヨーロッパでは 10時間労働制とか12時間労働制というのが法律では決められていてそれ以上の労働は禁止をされていたんですがアメリカではまだまだ8時間の仕事8時間の休息そしてやりたいことに8時間をというスローガンを持って8時間労働を要求する戦いが続けられていました。 1886年5月1日アメリカでは全土で38万人の労働者が参加をしてゼネラルストライキが行われましたところがその2日後5月3日にシカゴで4人の労働組合員が警官によって射殺されるという事件が起きたんですでさらにその翌日その射殺事件に抗議をする労働者の集会に 何者かが爆弾を投げ込んで4名の労働者と7名の警察官が殺されるという事件が起きてしまいます。事件が起きた場所の名前を取ってヘイマーケット事件と呼ばれる事件ですね。でこれでこの事件について警察は9名の労働組合員を逮捕します。そしてうち 7名に陪審員判決によって死刑が宣告されます実際には2名が原刑となり1名が自殺残る4名は公主刑にされましたが実は6年後に無実であったということがイ井上州の州知事によって判断をされ全てが冤罪として取り消されたわけですが失われた命は戻ってきません 8時間労働制をさらに求めるアメリカの労働組合連盟はさらに1890年にもう一度ゼネラルストライキをやろうと計画をしますところがこのヘイマーケット事件のような弾圧事件を許したくないということでヨーロッパの労働組合にこうして一斉に デモ行進とストライキをやってくれないだろうかという相談をします。この相談を受けたヨーロッパの国際社会主義者大会、第二インターナショナルといわ呼ばれるものですがね、ここは1889年に創立大会を開いてアメリカを支援して1890年5月1日を全国世界一斉の ゼネラルストライキの日にしようというふうに決定をしますそして1890年5月1日第1回の国際メーデーが行われましたで以来まあ130数年経ちますが今でもえ世界中では80か国ぐらいがメーデーの日を国民の祝日祝祭日としてえ保障しています日本は残念ながら 勤労感謝の日が別にあるという理由で5月1日を祝日にはしていませんが実際にはゴールデンウィークということでね休みにして最近はしていますアメリカでもメーデーの発祥の地でありながら別に労働の日レイバーデイというのを作っていて5月1日は祝日ではないんだそうですで日本ではどうだったかというと1905年から メーデーにまつわる集会や演説会などが行われてきましたが労働組合が少しずつ力をつけるその力を受けて1920年5月2日に上野公園で1万人の労働者を集めて第1回メーデーが行われました5月2日なぜ1日ではなかったかというと2日が日曜日で都合が良かったということのようですで以来 8時間労働制だけでなくて失業を防止せよとか最低賃金、えー、法を制定せよなどという要求を持って毎年メーデーが行われだんだん規模も場所も増えていきますしかし戦争が近づいてきた1936年政府からメーデー禁止令が出てその年の予定されていた第17回メーデーが中止に追い込まれました。 そして第17回メーデーを正式に迎えるにはそこから戦争が終わるまでの空白期間を耐えなければならなかったわけです。日本の敗戦によって太平洋戦争が終わった19年のです、ね、1946年の5月1日第17回メーデーが全国で100万人が参加して行われました。 この年のスローガンは終戦後の食糧難を背景として働け,働けるだけ食わせろというのがメインのスローガンだったそうです東京では、えー、皇居前広場に50人が集まってメ、えーデーが行われましたその時の様子を当時の、えー、映画ニュース、えー、日本ニュースというタイトルですけれどもでこのように伝えられています労働者 農民勤労者が団結の威力を示す日メーデーが来ました十一年ぶりに復活した喜びの日かつて軍国主義に塗りつぶされていた宮城前広場皇居前広場ですね宮城前広場はみるみる赤旗上りプラカードそして牛尾のように押し寄せた五十万の人民大衆の喜びの顔で生まれましたう生まれました この第17回命令で壇上で新しく作られた命令下「晴れた5月」を指揮したのが声楽家関明子さんですこの時の合唱指導の体験がヒントとなって後に中央合唱団を創設するに至ったと伝えられています。翌年の第18回命令に先立って 産別会議などの労働組合と民主主義文化連盟、そして NHK も提携をして新しい名典化の公募が行われました。で、第一位入選作が町から村から工場から、第二位の入選曲が世界をつなげ花の輪にでした。 で第2位の「世界をつなぐ花の輪にの方が、えー、覚えやすいということで歌いやすいということでちま、えー、では人気があったようです。えー、NHK ラジオでは5月1日が近,近づくにつれて、えー、これらの曲を放送して皆さんこの歌を覚えて第18回メーデーに参加しましょうと繰り返し呼びかけられていたそうです今とななっては夢のような話でもあります。 時が下って1952年第23回命令は血ののととも呼ばれてて日本の歴史に暗いい影を落としていますその前の年から皇居前広場当時、えー、労働者たちは人民広場と呼んでいたんですが第22回命令に先立ってその人民広場の使用が禁止されてしまうんですね。 で別の会場で行われました23回目でではこの時に、えー、人民広場を開,閉開放せよという決議も挙げてそしてデモ隊が禁止されている皇居前広場へ行進をしていきました。でえー、この時に警察隊隊ととデモ隊とが 激しいぶつかり合いになって、えー、事件がでで事事件件と呼ばれる事件なんです、えー、8,000人のデモ隊と1万人の警官隊がくんずほぐれつ大闘争を繰り広げたというふうに伝えられていますがあの先ほど紹介した関明子さんによるとその日は公共前広場人民広場で歌唱指導指揮をするようにと頼まれて 弟の関中良さんと一緒に歩いていたら突然警官隊に取り囲まれて殴られたというふうに言われていますから必ずしも最初からそういう衝突があったわけではないのかもしれませんいきなり警官隊に暴力を振るわれたという証言もたくさんありますから何が真実なのかはまだ解明されていませんが結果として警察発表でもデモ隊側で死者1名重軽傷者が200名 負傷した警察官が804名というふうに報告をされています。この時の死者1名、亡くなった方を一人というのは、警官の発砲によって背中から銃弾を受けて亡くなった高橋正夫さんという東京都の職員でした。その高橋正夫さんがノートに書き残したいろんな原稿が雑誌に掲載されたそうで、その一つを目にした、 作曲家の林光さんがこれは歌になりそうだということで曲をつけましたこの後の配信でも歌う予定にしている戦いの中にという曲です1973年さらに時は下りますが東京代々木公園で行われた第44回中央命令では例年のように 関彰子さんが世界をつなげ花の輪におしきしていましたそして式が終わった途端に壇上で倒れそのまま翌日息を引き取られるという事件もありましたそんな歴史を積み重ねて今年第93回命令を迎えますコロナ禍で労働者が苦しい思いをしている中一昨年 11年ぶりりに労働組組合の組織率ががが少しし上がったたという報告がありましたフリーランスやパート労働者が入りやすい労働組合をどう作るかそしてどういう新しい命令を作っていくのか一方では日本最大の労働組合組織である連合の代表が自民党の集会に会合に参加したり連合の命令に政府の官房長官が 岸,岸田総理理の代理としてて出席すするそんな状況も生まれていまれいこれから、えー、労働組合はどういう要求でどういう団結をつくっていくのか、私たちの歌声はそれをどう支援していけるのか、そんなことを深く考えながら、2022年のメー,ーを私たちは、私たちの歌声で祝いたい、そう思っています。 えー、時間が30分と短いので、うん、どんどん歌っていきましょうね。1954年の『メーデー』に向けて作られた、うんえー、歌の中から「歌声を明日のために」これを今日は1曲目に歌いたいと思います、はい、よろししくお願いします。 「私は我らのもの幸せは我らのもの」「朝がやってくるように」「青草が濡れてるように」「歌声よ命の,のをかに」「祖国の鍋におりまね」「も模も花村のサンガを 「解き放つ力をうたって」「明日は我らのもの」「幸せは我らのもの」「春がめぐってくるように」「花が乱れ咲くように」 ああ声よ誇りに燃えて襟はのりを築け結び合う心と心の輝く勝利を歌え明すは我らのもの幸せは我らのものありがとうございます。 チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価コメントもお待ちしております。はい、概要欄にはホームページや各種 SNS の情報が貼り付けてありますのでぜひチェックしてみてくださいね。友希美のネットショップの情報も貼り付けてあります。いろいろなグッズがありますのでぜひチェックしてみてください。はい、クリアファイルもあります。<laughs> はい、私の CD もあります。イチオシ、イ、えー、それでは次の動画でお会いしましょう。 バイバイ,バイ,バーイ